ありがとう、ケース。どうも、皆さん、お疲れ様です。どうも、黒いいじゃん。変。俺結構気に入ったんだけど。変、これ。いいやん。うん。結構気に入ってんだけど、黒。ダメ？ I want to. I want to. いらっしゃい。黒いいじゃん。うん、ダメ？けど、これつけたらどうなの？これ前歯が折れないようにとか、でも歯折れちゃうから喧嘩すると、あのラガーマン、ラグビーとかやる人とか切っちゃダメなの？え、だってさっきのコメントで切れ切れってなかったの？おい、コメント見てないからわかんないんだけど、席の言い方いらっしゃい。のんちゃん、あの、そっち、あの、切って、音、回っちゃうから。おへんのげへん。切っちゃダメわ、これ。これくらいの大きさだけど。ちょっと水かめだね。うん。ちょっと水かめ。ベンズ太郎さんが少しカットした方がいいって言ったのね。黒がいいよね。黒か赤だよね、やっぱ。うん。うん、で、グッズも作ろうかなと思ってる。え？今回の企画に関しては、あの、グッズも作ろうと思ってます。あの、T シャツ？試合 T シャツ着てやるんだけど、あの、試合用の T シャツ作ろうかなと思ってんだよね。で、それも販売しようかなと思ってます。どんなデザインがいいかな？どんなデザインでいこうかな？なんかここがおかしいんだよな。何の試合？もう放送全然見てないからわかんない。ついていけないんでしょ、のりへん。ラリエさん、こんばんは。あの、生主の K1 があるのよ。生主の K1 大会みたいなのがあって、それの選手なの、俺。赤いのも作ってみる、一応。うん。うん。うん、赤いのも作る。いかに自分のさ、あの歯型が悪いか分かるね、これ。歯並びぐっちゃぐちゃ。じゃあこれあれか、あの型何個も作って、これリスナーにグッズとして販売しようか。おー、シェルいらっしゃい、久しぶり。おー、応援よろしく。俺の対戦相手はね、テレチャンピン。おい、組田ワード2、サボちゃんワード2、サボ神様いらっしゃい。そう、これグッズとして買いたい人いたら、あの問い合わせしてください。7万円で販売します。サイン入りで販売しますんで、はい。歯型、うん、はいはい、いらっしゃい。うん、合わないな、向いてないかもしれない。マウスピースってどこで？なんかね、ボクシングショップみたいなところ行って買った。楽器用のマウスピースって、あのサックスとかの、うん、パルパルでよろしく。パルパル指名したんだけど逃げられたんだよね。俺最初あれだよ、あの記録残ってるけど、あのパルパル指名相手誰ってメンドさんに言われて、パルパルでって言ったよ。だからね、パルパル出ないらしいんだよ。うん、だからテルチャンピンになった。
よし、できました。マウスピースです。歯のぐっちゃぐちゃのマウスピースです。バンテージも買ったし。はい、ワード2、ハッサクさん、いらっしゃい。よし、揃ってきたね。はい、ワード2、アツさん、いらっしゃい。逃げたね、完全に。ヘタレにも程があるよね、ほんと。まあ、そうやってリスナーの信用を失ってくんですよ。いや、知らん。どうなのか全然わかんない。テレチャンピン体力めちゃめちゃあるよ。知ってるよ。な、テレチャンピンかと思って。ちょっと不利だよね、テレチャンピン。うん。若い時っていうか、あいつ26とかじゃなかった？ラスマンね、あれだよ、テレチャンピンって若いんだよ。テレチャンピンいくつだっけ？24だっけ？めちゃめちゃ若いよね、あいつ。うん。ちょっと待って。いくつだっけな、テレチャンピン。若い時って老け顔だからな。だから体力差が相当あるんだよね。ノエルはゲストで組んじゃなかったっけ？うん。うん。テルチャンピオンは、こんばんは、ガンダムさんいらっしゃい、初見さん。お台場のガンダムだね。お台場のガンダムなくなっちゃうんだよね。テルチャンピオン、テルチャンピオン。テルチャンピオン、俺の7個下だから、25だね。24、25ですね。あのさ、7個下って体力全然違うじゃん。どうだったっけな。ツイッター見てみようか、ベンジョ太郎さんの。多分ツイッターで告知流れてんじゃないかな。じゃあ今調べてみるよ。どうなってんだろう。こんばんは、ヒカルさんいらっしゃい。アクティブゴリラ、これか。風船プレゼントありがとう。風船ありがとう。レンド太郎さん。まだ告知出てないんだ。まだ告知出てない。何の質問だっけ？リングアナか。あ、リングアナ公開されてないね。ベンゾ太郎さん、あ、書いてある書いてある。対戦カード、ユイガ VS ベンゾ太郎、キンバイ VS セブン、サトミ VS ズキティ、セブン VS 3倍目ヒカル。だからセブンさん2000すんだね。ワドー VS テルチャンピン、ドレの深夜食堂とミヤビくん。配信してた。うん。で、実況が TJ さん。リングアナ石川のりゆきなんだ。超熱い。実況が TJ で、リングアナが石川のりゆき。でも実況に入った方が良くない？ TJ 石川のりゆきの方がいいよね。リングアナなんだ。あの、赤コーナーとか言う人ね。で、実況は TJ だって。で、解説、あ、解説いっぱいいるわ。解説はブル中野さん、井上京子さん、カッコ仮。ラウンドガールがララピルルピ。歌、ナーボー、新やっちょ。いや、戦えよ、お前ら。ふざけんじゃねえよ。ナーボーと新やっちょ、なんだこれ、歌っていらねえんだけど。歌、桃襟。いらねえんだけど。桃襟とさ、ナーボーと新やっちょ、3人で殴り合えよな。トーナメントじゃないです。素人はトーナメント無理だよ。うん、無理無理。ムエタイ形式ですね。ムエタイ式です。歌いらないよね。何歌って。何お前売名してんだよ。ふざけんじゃねえ。戦えよ。こっちは体張ってんだよ。ふざけんじゃねえよ。なんだ歌って。ドントギブアップと、何なんだよっていう曲。知らねえわ。なんだ歌ってよ。あ、そんな感じのイベントですね。で、東京で会場を抑えるとか言ってて、一人5000円だって。来たい人います？会場マジで行くっていう人います？なんかチケットノルマとか一切ないから、全然いいんだけど。いや、あの、トークとかはないです。トークはないです。肘回りですね。うん。かっちゃんはどつ。で、今からトレーニング枠です。これ、タバコ吸って、この枠終わったらトレーニング枠行きます。5000円で来るの？
ずっちょん来るの。じゃあさ、和道を応援する人はさ、和道 T シャツ販売するから、それ着てきてよ。和道のリング T シャツ作るから、それ着てきてよ。政治の歌って何？何政治の歌って。肘もありだね。うん、3分3ラウンド、肘膝ありの立ち技。うん。低ジャンピンだよ、俺。対戦カード。パルパル希望したんだけど、逃げられた。Don't give up の動画見てみ。最初のやつの演技は下手くそ？笑える？いや、当日楽しみにするわ。当日見て、そっから決める。どうしよっかな。どんなデザインがいい？ T シャツさ、格闘技イベント用の T シャツ作ってくれたらみんな買ってくれる？限定品で。限定品で作ろうかな、和道 T シャツ。買わねえのかよ。買わねえのかよ。引くわ。買えや、1枚ぐらい。うん、お前ら、ほんと財布の紐硬いよな、和道リスナー。いらない。そげなもんはいらない。じゃあ準備しまーす。バンテージ巻いて練習行きます。そう、体力差があるんで、練習しないと勝てないんで。よいしょ。和道さん、話故障すいませんが質問があるんです。いや、いいよ、いいよ、全然。全然いいよ。マジでいらねえ。マジか、へこむわ。誰も拒否しないもんね。いいわ、俺一人で作るわ。作って自分で買って自分で着るわ。悲しい。うん、うん、手首を2周ほど巻いてから拳の当たる部分を1周する。それぞれ配信はしないって。配信サイトはゆいがさんの枠だかなんだか。まあ、6月だから告知入ると思うよ。禁煙迷ってんだよね。うん。マッチ大好きなんだよ。京平さんいらっしゃい。じゃあ練習、バンテージ巻いて練習いきます。親指通して、で、2周。1周。2周。で、で、こっち行って拳の渡る部分を一周。で、拳の当たる部分を折り返して分厚くする。さっきここで間違えたんだよな。夜間トレーニング。そうだね。仕事帰りで、毎日、この時間、8時、9時ぐらいから、2時間、いけるかな？ 2 時間いけるかな？これが難しいんだよな。あっ、ふわっちで PC 配信したい、試したのができないんですが、クローム使ってます。クロームですよ、僕。クロームでできますよ。うん、あのね、ツイッターのね、運営さんに DM 送るとすぐ神対応で返してくれるよ。ふわっちのいいところは DM でその日のうちに必ず迅速に対応してくれるから、なんかね、わかんないことがあったらね、あれした方がいいよ。DM 送った方がいい。ふわっちはほんと神だから。運営の神対応で超有名だから。
ああ、ここ難しいな、これ。これができない。ワドさん、配信だけで食えるようになったら配信昼とかもできますか？俺、配信だけで食えるよ。実際、収入的には。だけど、バイトは辞めないと思っ、あ、バイトはね、3月末で辞めるから、そっから旅配信に行くの。だから、応援してくれるとか、昼間の配信見たいっていう人は、ガンガンアイテム投げて、応援してくれると嬉しいですね。花火ガンガン投げて。まあ、できる限りでいいんで、全然。みんなのアイテムで、ほんと、収入変わって、配信のしやすさとか全然変わるんで。お、いったいった。素人は拳のプレートいらない？プレートって何？素人は拳のプレートって、丸く巻いたままから巻き、ああ、そういうことか。アイテムって買い方運営を教えてくれます？アイテムは簡単だよ。アイテムのボタンを押して、アイテムがないと、アイテム買いませんかっていうページが出てくるし、京平さん、パソコンだったら、アイテムって右上にあるから、それクリックすると、アイテム買うページに飛ぶよ。簡単だよ。もう、コンビニ払いのウェブマネーもできるし、ウェブマネーっていうところ、コンビニで2000円、3000円買って、アイテム買ってもいいし、ソフトバンク払いもあるし、クレジットカード払いもある。すごい。あのね、拳はやっぱすぐ壊すから。武道っつっても、あれ、少林寺とか全然違う。でも、剣サポ使うでしょ。2周ほど巻く。サンドバッグも叩いていたの。手首の方で一瞬。どうすればいいんだ。次、持ってくのか。手首で。ボクサー、拳が命だからね。この BGM はなんかテンションが落ちて退屈な気分になる。そっか。たくみさん、ありがとう、解説で。こうか、こうやってやって親指の方から出すってどういうことなんだろうな。親指、小指と薬指間を通して親指の方から出す。こういうことかな。親指の方から出すってどういうことだ。こう、こういうことか。よいしょ。親指の方から出す。サムネもうね、バージョンアップさせてる感じだね。結構気に入ってるけどな、今のサムネは。で、親指も一周巻くと。指も一周巻いて、こうか。左手できるかな。でもできるかなとか覚えないとダメだもんな。できました。やっぱ後ろにずれちゃうんだよな。できました、ナックルが。パルパルは出ないよ。パルパル出ませんよ。逃げました。まだバンテージの巻き方がうまくできないね。
YouTube 見ながら、動画見ながらやね、わかんない全然。巻きですよ。手首を2周。手を巻いて拳の当たる部分を一周すると。彼女に巻いてもらうっつっても覚えないとダメだからね、自分で。拳の当たる部分を折り返すと。これがめちゃめちゃ難しいんだよな。なんかボクサーの人が教えてくれたんだけど、コメントで、コメントつか LINE 来て、あのなんつうんだろう、この折りたたんでからやるらしいね、本当は。プロっていうか慣れてる人は折りたたんでから やるんすよと教わった。もう長さが分かってんだろうね、多分そういう人は。ずれちゃうな。一枠で終わり？いや、この後練習枠行く。あー、もうこんな時間か。時間経つの早いな。難しい。ずれちゃう。あー、ずれちゃう。すげえむずい。まあいっか、最初から。重ねて手首の方で一周巻く。むずい。手首の方で一周巻いて、で小指で間違えてた、やり方全然違ってた。小指を通して親指の方から出して手首を巻くんだ。道理で厚さが足りないわけだ。こうやって、え？これっしょ。ああ、わかった。そういうことか。間違ってたわ、やり方。え、全然わかんないんだけど。小指でしょ？小指、親指の方から出すってなんだ？
あーっていうかもう手が血が止まって痛くなってきた。血が止まっていて左手がつる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 。え、どうすんだ。左手首の方で巻く、親指の方から出す。え、どうやってやんだ。ほう、あ、痛い痛い、左手痛い、左手がマジで痛い。あ、痛い痛い痛い、つった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 、痛い。ああ、あー、痛い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 、つるつる、あ、痛い痛い痛い、あー、バンデージ、くっそ。親指の方から出して、よし、入って、めちゃめちゃ難しいこれ。あ、左手痛い痛い痛い、血が通ってない。きつく巻きすぎ、これきつく巻きすぎかな。ねえ、こんなに痛いもんなの。きつく巻きすぎかな。痛い痛い、左手痛い、左手痛い、左手が、左手痛い、痛い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 、左手が痛い、左手が痛い。え、これどういう感じなの。ああ、痛い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 、マジで痛い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 、痛い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 。え、これ大丈夫。痛い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 、ちょっと巻いて。え、これ大丈夫これ。いや、マジで痛い。ギュッて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 やりすぎなのか。え、これこんな感じなの。痛い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 、血が通ってない。これこんなきつく巻くの。あ、痛い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 、もう無理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 。あ、せっかくやったのに。あ、痛い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 よ、マジで無理マジで無理。つる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 、あーた、あー、これでいいのか。強く巻きすぎか。ん？親指の方から出す。違うな。親指の方からだからこうか。痛いな。むず。次役トレーニング枠です。なんで試合中するか知ってるか。え、前歯折らないためでしょ。違うの。そう思ってたけど違うの。前歯のガードより踏ん張るため、それテンプレートっていうやつだね。あー、血が止まるな。じゃあ次枠、練習枠です。いきます、練習いきます、練習いきます。始めたんじゃなくてテルチャンピンと試合です。じゃあ皆さんお疲れ様です。あ、ずれるな、ダメだこれ巻き方。ちょ、今度教わろう。お疲れ様です。あ、ありがとうございます。じゃあみんなオツ外配信です。お前コメント欄荒らすなよ、バカ
とかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。